はい、どうもこんにちは、マイクロメートルグラスのゆうすけです。はい、ボブです。はい、どうもこんにちは。今回ですね、通常回ナンバー19、はい、ということでやらせていただきます。はい、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。ボブさん、最近どうですか？最近ですか？うん、忙しい。まあ忙しいですね。その講師ともに、講師ともに、はあ、素晴らしいですね。市の方も忙しい。いや、まあそうですね。いいですね。いいことなんすかね。僕で言うたら、まあしんどい、しんどいとしか思わないですからね、僕は。あ、しんどいと。そうですね。ああ、それはそれは大変ですね。はい、汗水流してもう毎日しんどいと、はい、いうわけですか。もう早く、そんなしんどいボブさんに、はい、今日はですね、なんとスペシャルな、お、スペシャルすぎる人をお呼びしております。お、なんすか？ボブさんが大好きな人をね、お呼びしてるんですよ。石原さとみですか？もっと可愛いです。もっとですか？さとみ声あります？さとみ、さとみなんてもう足元ですよ。足元、あの爪についた赤ぐらいの存在の。あ、本当ですか？はい、神様降りてくるんですか？神よりもって感じですよね、本当に。マジですか？うん、会いたいですか？怖いですね。誰ですか？会いたいです。ちょっと気になりますね。じゃあお呼びしてもよろしいでしょうか？はい、お願いします。はい、ではですね、マイクロメートルラジオ初のゲストというか、これは何でしょうかね、新メンバーと言いましょうか。ではご登場。新メンバー、はい、新メンバーご登場していただきましょうか。ではどうぞ。出づらいわ。石原さとみってなんだよ。何て言いました？出づらい。デスライヤー、新しい技の名前ですか？何て言いました？出てきづらいわ。あ、出てきづらいわって言いました？うん、さようでございます。はあ、え、この人は、この人誰ですか？あなた誰ですか？一体誰ですか？総次郎です。誰ですか、総次郎って。死ぬほど面白くないんですけど、どうしたらいいですか？あのもうこっちの方がどうしたらいいですか？あなた誰ですか？はい、石原さとみですか？はい、さとみです。石原裕次郎ですか？さとみです。え、さとみ、うん、石原って呼んで。じゃあ石原さんということでいいですか？はい、石原さん。誰ですか？誰ですか、本当に。早くさっさとしてくださいよ。さっき言うたけど、もう、まあ、出浜です。出浜さんですか？いや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 、来ましたよ、ついに出浜さん。満を持して、はい、出浜さん登場。どうですか、嬉しいでしょう。はい、記念すべき19回目の節目にね。ただなぜ20回じゃないのかっていうところですよね。もうね、僕からしたらね、もう1回が待てなかったんですよ。、うん、その1回が待てない存在、それこそが出浜さんですよね。はい、恐縮です。いやいやいや、こちらこそ本当にありがとうございます。はい、来てくれて。はい、え、ちなみに出浜さん、ゲストじゃなくて、うん、新メンバーということでよろしいでしょうか？もうどっちでもええす。どっちでも。え、なんでそんな投げやりなんですか？あの、まあ、なんですか、やる気あるんですか？
やる気そうだね、やる気それなりにあると思いますわ。それなりにしっかりしてくださいよ、はい、ラジオ舐めないでくださいよ。うん、あの緊張してるんでね、あのこんな僕でもやっていけるのかって不安の方が強いですね。かわいい、かわいいですね、やっぱり本当にういういしさが、ういういしさが、あの言ったら僕たちはあのラジオで言うと先輩なので、はい、あのこれから教えていくんで、どんどんよろしくお願いします。ここもっとこうした方がいいよとか、鬱陶しい。大丈夫、編集でなんとかするからみたいな。フォローしてください。あ、分かりました、大丈夫大丈夫、心配すんなよってな。最初は誰でもそうだから。緊張緊張するから、やっぱりラジオって生まれて初めてユウスケからもう先輩強された。マイクロ、まあね、あの今のところ視聴者の皆さんがちょっと置いてけぼりなので、はい、そうですね、説明させてもらいますと、はい、出浜さん、はい、なんですよね、この方は、うん、はい、でこの出浜さんっていうのは、僕からしたらもう小学校からずっとね、腐れ縁で、はい、33になるまでずっとね、なんかこういろいろしてるわけでございます。はい、まあ、ということで、まあ、ボブさんより付き合いは長いということでよろしいでしょうか。はい、いいです。そうですね、ボブさんよりあのすごく親密な関係ということでよろしいでしょうか。まあでも中学校以降は僕の方が遊んでましたからね。なんかあ、そうっすか。いやでも結構僕電話してましたからね。あ、そうですか、うん、僕ジョイフルであのファミレスで朝まで喋ったりとかよくしてましたよ。いや僕温泉で出浜さんのチンチン見ましたよ。出浜さんのチンチン見たことあります？出浜さん美少女やから。いや出浜さん本当美少女とも言えるし、まあ、顔もジャニーズ系ですよね。はい。美少女であり男前。いや本当男前なんですよ、はい、ちょっとラジオなんで顔が見えないですけどね。ですね。ちなみに出浜さん、はい、あの顔出しの予定とかあるんですか？ないっす。あ、ないっすか、うん、顔は隠す方向で、うん、見せてはいけない方やと思います。妊娠しちゃうんですからね。いやそれこれ分かんないですよ。そんでもダメやな、僕らだけで楽しんどるんですけど。いや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 、まあまあそうなっちゃいますよね、この3人が揃っちゃうと。そうですね、補足説明が結構いりますよね、僕らケラケラ笑ってますけど。あ、じゃあですね、私、はい、あのインタビュー形式で、なるほど、あの質問の方を準備させていただいております。もう今日は出浜さんスペシャル、そういうことですね、出浜さんスペシャルということで DS ってことですね。そうそう、はい、出浜さん、出浜さんを掘って掘って掘りまくると。羨ましい。ということで出浜さんよろしくお願いします。出浜さん無視という。聞こえてますか出浜さん？聞こえてないです。緊張してますね。うん、なんかもう嫌な感じしかしないです。大丈夫、最初はあるからそういうことをな。はい、飛んじゃったんだよね。はい、飛びました。心配すんな、俺がフォローするからちゃんと。うん、鬱陶しいわ。まあ、ということで皆さんにですね、出浜さんをインタビュー形式で質問をしてそれに答えてもらって、まあ、どういう人かっていうのがね、はい、分かってきだすと思いますので、はい、質問させていただきます、はい、ということで出浜さん、はい、まず、まあ、最初はですね、あの答えやすい質問。答えにくいがどんどん聞くくるってことやん、これ。まあ、ね、どんどんレベルが上がっていくということなので。ごめんね、これ事務所 NG あるから。
あ、事務所 NG があると、うん、あ、大丈夫です、ここはないので。あ、はい、わ、はい、かりました、はい、お願いします。今はあの出浜さんはマイクロメートルラジオの新メンバーということで、あの新契約を結んだということなので、あの以前入っていた事務所はあの解雇させていただいておりますので、もうすでに声圧力、圧力すごい力の持ち主ですね、はい、心配ございません。 ありがとうございます。安心して身を預けてください、私たちに。よろしいですか。はい、いいですよ。はい、ではですね、まずは最初答えやすい質問からいきましょう。はい、出浜さんの3サイズ、3サイズ知らんわすっと答える男おらんやろそんなちょっとそれあれですね、興味ありますね僕。じゃあまず上からいくらですか。上から86ですね。ドラえもんですか。茶筒やな。筒型ということで。筒ですか。いや知らんがそんな。知らんからじゃないよあなた。ちゃんと答えなさいよ。いやその測ったことないよ。バストウエストヒップよ。今測っても大丈夫ですから。また今度やね。20回目で。まあ、ということで86、86、86ということで。はい。はい。はい。筒型の人間でございます。ドスケベボディですね。わがまま。わがまま。わがまま。凹凸ないやん。ボディの持ち主で。ペットボトルみたい。ナイスバディということですね。素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。マイクロ、はい、ということでですね、続きまして、はい、乳輪の直径お願いします。知らんって。これレベル低めなんですよね今。そうですね、レベルは低めです、ね、測ったことあるんそんな。いや測ったことないですよ、それは当たり前じゃないですか、あるわけないじゃないですか。今パッと見どんぐらいですか。パッと見どれぐらいそれもうハラスメントやで、ね、ほんま。これなんすか、 AV の撮影前ですかこれ。撮影 AV の本編始まる前のインタビューみたいに。そうそうそう。はい、出浜さん答えてくださいよ。直径 10mm ですね。10mm、 はい、極小の乳輪ですよねそれ。めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。知らん。それそこに可愛い言われると思わんかったわ。何色ですか。もうそれはピンク色ですよ。ピンク色、あ、はい、素晴らしい純粋無垢な色をしているわけでございますね今は。はい、いやいう素晴らしいですね。10ミリの乳輪だと。なんなんこれ。上から86、86、86で乳輪は10ミリ。はい。で乳首の色はピンク色ということで、間違いないでしょうか。もう間違いございません。もうなんかあのオナホールしか思い浮かばないですけど。完全にオナホール体型ですよね。でもこれ大丈夫ですか。これ見バレするんじゃないですか。86、86、86、乳首ピンクだな、ちっちゃいな、あれこの人出浜さんじゃねみたいな。わかりやすい体型やからね。乳首はあの服で隠れてますからね通常、はい、もう温泉行けないですね。温泉行ったらバレるかもしれないですけど、ファンにバレちゃいますね。ファンにバレますね。乳首バレ。乳首バレする。乳首バレ。乳首隠さないと。バレちゃう。やばいやばいやばい、やばいです。深刻。
行が、はい、いやいや失礼いたしました。ちょっとすいません。はい、仕切り直していきますね。マイクロ。続きまして、はい、出浜さんの特、うん、君が用意した質問やん。すいません失礼しました。はい、はい、すいません。マイクロ。得意な学科科目科目はい、出浜さんの好きな学科科目を教えてください。全然笑う質問じゃないじゃないですか、はい、そうやんな。いや、すいません。音楽以下体育っすね。出浜さんがツボなんですよね。そうそうなんですよ。出浜さんの顔見ちゃうと笑っちゃうんですよね。えで、まあ、すいません何ですか。理科理科体育音楽理科体育ですね。音楽理科体育ね、あのビデオオフにしときましょうか。いや本当にしてほしい。危な危な危な。マイクロではですね、続きまして質問がですね、どんな、会話の内容が好きですか、うん、これはですね、あのラジオなので、まあ、どういった話が得意なのかということで、まあ、今後のね方向性をちょっと考えていきたいなと思いまして。なるほど。あ、まあ何でもええんやけどね。そう、何でも話せると。何でも話せるよ。すごいですね、さすが。やっぱ学歴が違いますからね、出浜さんは。そんな専門的な話ないやろ。いや、するかもしれないですよ。あります、あります。あ、はい、そうっすか。結構ボブさんだったら、あの動物とか水族館とかの話が得意なので、うんうん、ボブさんにはそういうコーナーがあるんですよ。はい、あります、うん、で、あとはあのボブさんの得意な恋愛相談ですよね。あ、そういうのもやってるんですよ。うん、ね、まあ、でも出浜さんは何でもできると。うーん、得意分野ないな。得意分野ない、ないな。モンスターファームとか、モンスターファームとか得意ですよね。何の話。モンスターファーム。あ、モンスターファーム。それどの層に刺さる。モンスターファームとかだったら、あ、その CD だったらあれスケゾーだぞみたいな感じで分かっちゃうと。スエゾー、いや、それは分からんけど、ね、スケゾーじゃない、スエゾーね。でもスケゾーもおるからね、ゲルとスエゾーの。素晴らしい。詳しい。まあそういうことですよ。まあ何でも話はできますということでよろしいでしょうか。うん、得意分野今探してますんで、お手柔らかにお願いします。そうですね、まあ僕ら先輩方がいるので、はい、何でも聞いてくれたらいいから。うぜ、ね、合わせていきます。まあ僕は今んとこ司会進行ということで、あれ、ね、はい、ちょっとユウスケもね、そのうち質問攻めせんといかんと思うよこれ。でも自分だけ逃げても良くないと思うわ。まあ、そうですね、2対1ならね。今まで1対1なら勝てんかったんですけど。あのね、正直ね、そういうの慣れてないんですよ。いじられる。2人を今までいじりすぎて、そういうの慣れてないので、そこら辺はちょっと勘弁してください、ね、本当、ね、攻撃力特化でね、防御力少ないからね。防御力少ないんで泣いちゃうかもしれないですよ本当。ああ、いじられた途端に不機嫌になるみたいな。僕なんていじったって面白くないでしょ本当。お前がいっちゃおもろいと思うわ。何もないですよ本当僕。はい。まあそれはまたね、50回記念にちょっと置いといて。50回記念で僕いじられるんですか。うん、100回記念でもええよ。お、いいっすね。でも楽しみにしときますよ。はい、そうですね、作戦をくっとかないかですね。伏線ができます。できちゃいましたね、はい、これは。はい、で、ですね、続きまして、はい、出浜さん、はい、どんな喘ぎ声が好きですか。自然な喘ぎ声が好きですね。自然な喘ぎ声っていうのはどういうことですか。
あのお猿さんみたいな感じの自然豊かなネイチャーネイチャーなるほど。そ猿は聞いたことないからちょっとイメージできないですねみたいな感じですか。それはちょっと興奮、ちょっとレベル高、自然すぎてちょっとごめんなさい、そこまでワイルドなのはちょっと分かんないですあーそうですか。自然自然な愛い声っていうのが、え、ボブさん分かります？だからあれですか、その声我慢してるけど漏れちゃうみたいなところですかねわざと出しているのではなくそういった感じですか。でよろしいですか。まあ AV とかでもええで、あのアニメとアニメとなんか、はい、外人もの洋画ものと普通の日本のやつとってなって、はいはい、見比べたら、はい、アニメはすごいなんかわざとらしいうさんくさい、あそうです、ね、洋画はなんかちょっと大げさやなって、まあね、なんかそういうね、うんうん、なんか自然な感じがいいっすねあ日本の AV が好きだということですか。AV で言うとそんな感じで。ジャンルは？ジャンルはごめんあんま分からん。分からないと。分からない系が好きなんですか。さあ何を言ったらおもろいか分からん。すごい分からない系のやつですか。もうひたすら乳首をこすり合わせるだけとか。ヘチ系のヘチ系のやつですかね。そうやな。誰が見るんだっていう。そんなあるかえって全身に金箔塗っとるみたいなありますね。あるんや。あります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 日本のエブすごいなありがとうございます、はい、ではですね続きまして、はい、好きな音楽歌手やジャンルなんかありますか。ジャンルも好きな音楽もアーティストもあんまりないっす。あんまり好きじゃない。広がらないじゃない。いやあの音楽好きやからいろいろ聞くんやけど、はいはい、もう気分っすね。あーそうですね。だいたい出浜さんとドライブするときって、うん、はい、あのジャズが流れてますよね。あなんか邪魔にならんやつかなって。かっこいい。そういうのよく聞いてますよね。最近はあれやで、あのザ・ファースト・テイクっていう YouTube のチャンネルをよく聞いてます。それはあのいろんなジャンルの音楽が聴けると。いろんなジャンルやね。まあなんか最近のとか古い昔のなんかアーティストとかの、うん、もう一発撮りのなんか、うん、ああはいはい、ああれか、知ったこと知ってる知ってる知ってる、うん、あれめっちゃ聞いてる最近。俺もたまに聞いてますね、あれ、うん、あのデフテックのやつ聞きました。あーそう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 それそれ。はい、続きましてですね、はい、ボブ、あ、ボブさんじゃないボブになっとるよ出浜さんの、はい、あ、出浜さんがよく言われる、うん、似ている芸能人。え、似てる芸能人、うん、オードリーの春日あとはサッカーのあの長谷部、この二人がめっちゃ言われますなるほど。めっちゃ似とるめっちゃ似とる。いやすっごい似とるな。言われたらですね、めっちゃ似とるわオードリーそっくりやん。うわちょっとごめんなさい、これねあのラジオなので分かんないですけど、やりましたよねこのポーズ。いやーこれトゥースよく分かんない。トゥースやりましたね。うわそっくりでしたよ本当。嬉しいですかそれ。もうね、いやー嬉しいですね。あー嬉しい。僕から言わせてもらうと、たまにねドラゴンアッシュの古谷賢治に見える時あるんですよ全然出浜さん、ちょっとごめんなさい、ついていけてないですわ古谷賢治さん。え、めちゃめちゃイケメンの時あるんですよ。まあいつもイケメンなんですけど出浜さんはね。ね、最初ジャニーズ石原さとみから入ったからね、オードリー春日ってどこなんて
すが出浜さん伏線もしっかり回収してきますね頭の出来が違いますからね立ち位置わからんわ僕らもう最初の方や忘れてますからねいや本当に何喋ったか覚えてないですからね僕ら今言われてああ言ったなって思いましたもんたまに何を喋ってたかも覚えてないし何を喋ろうと思ったかも覚えてないとかよくありますからありますありますあの言葉発した瞬間を忘れる時とかありますねありますあります本当にこれまでの18回の録音気になるわいや聞いてくださいよ出浜さん2回まで聞いた聞いて、ね、はい3から18聞きます、うん、はい、はい、まあですねあの今まで聞いてくれた人たちは出浜さんの存在っていうのはね知ってる人もいるんですよ、うん、まあですねちょいちょい名前だけですけどねそうそう要所要所で出浜さんは登場してきたのでそうですね、はい、実はこのラジオを聞いてる人のことをチンマリストって言うんですよリスナーさんのことねはいはいはい、チンマリストラジオっぽくなったなでしょいやラジオですからこれ忘れないでくださいよ、はい、これもうズームでワッキャワッキャしてるわけじゃないのではいはいはいこれ YouTube に流れますからねはい意識してくださいよ本当にそうだねはいまあということで今までね聞いてくれた人の中には知ってる人もいるんですよ出浜さんのことはいまあ、ただ今回ねこうやって初めてラジオのパーソナリティとして登場してもらったわけでございますが、うん、はいちょっとね僕個人的にですね聞きたい質問がありまして、うん、はいまあ出浜さんといえば前の僕らのバンドのメンバーだったんですよねはいそうですねミリメートルグラスというバンドをしていて、うん、そのサイドギターを担当した伝説のギタリストということで、ね、ね、伝説になったや。会場からはメタルモンスターという叫ばれるというね。そうですね。称号持ちでしたからね。いや本当に二つ名がありましたからね、出浜さんには、はい。すごいな。でしかもたまにあの苦情とかもらったんですよ。お客さんから、はい、あのサイドギターのこの目が怖いよねとかって言って苦情を受けたりするほどのまあすごい眼力の持ち主だったし、まあ、目が合うと大体の女子は妊娠してしまうというねモンスターですねついやっちゃうんす、まあ、ガチモノのメタルモンスターだったじゃないですか出浜さんはね自覚はないですけどねまあそこがすごいんですよ自覚なしにそこまでやれちゃうっていうのがそれが出浜さんの魅力なんですよはい、はい、よろしいでしょうか、はい、確かにで、はい、そのわざとじゃないっていうとこがすごいんですよ出浜さんのはいあの、はい、飲み込みましたそういう感じだったんですね、はい、そうなんですよで、まあ、そのモンスターにちょっとお聞きしたいことがあるんですがはいミリメートルグラス時代のうん、この、まあ、ボブさんとか、うん、ユウスケに感じていたこととかってあります、うん、感想あこいつらこうだなみたいないやもうそのまんまやなって何が何がないあの小学校中学校の中学生とかねもうほんまもう小学生がそのまんまもう20歳30歳になりましたっていうほんまこいつらお前らユウスケはユウスケやなって成長してないなとそうそうそうもっとあるでしょうあそうですか、ね、新鮮さを感じさせてくれやそれやったらいやもっとあるでしょうね本当になんかこいつギターうめえなとかあ、はい、まあまあ、そういうことですよそんないやもうこいつらクソガキのまんまだなって一人だけ大人にならないでくださいよ、何大人ぶってんすか本当に乳首1ミリの10ミリのくせにそやでそやでじゃないそやでじゃないのよねえ大阪に来たら見せてあげるわかわいいね本当にかわいいわでもまあユウスケはまあ
まあボブから言うどっちでもいいんやけど、ユースケ、はい、音楽で言ったら、はいはい、なんやろ、なんか作曲作詞作曲すごいっていうのもあるんやけど、はい、なんか結構演出家やなって思っとった、思いながら聞いてた。おお嬉しいですね、はい、上手い下手とかそういうのも置いといて、もうほんまに分かりやすくめっちゃおもろいっていうのを作るのめっちゃ上手やなって。素晴らしい、ありがとうございます。あ、そう思っていた感じですか。ほんまになんかもううまいなって、乗せるんか、乗せがうまいと、うん、はあ、ライブが上手って感じですか。ライブ、そうやね、なんかパフォーマンス、パフォーマンス、ギターもね、なんかめちゃくちゃうまくなっとるし、でもやっぱ次から次へとポン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 となんか曲作ってなんか自分がこれやりたいっていうのを形にするのがめっちゃ上手だと思う。あー、ありがとうございます。みんな聞きましたか、視聴者の皆さん。モンスター、メタルモンスターから見るとそう映っていたと。演出家ですね。演出家、ありがとうございます。ボブさんどうですか。ボブさんは、ボブさんドラムがとても上手です。浅くないですか。浅くないですか。すごい淡白。まあね、山さんとボブさん付き合ってましたからね、昔。そうやな、うん、内緒ですよ。あ、これダメですか、 NG でした。まあいいんじゃない、まあ、昔の話や。まあでも中学校高校あたりってなんか隠したくなるじゃないですか、恥ずかしいというか。はい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 、クラスにバレたくないみたいな。おうおうおう、ね、はい、隠してました。まあですよね。いや俺そうだなと思ってたんですよ。たまにこう3人で遊んでるったりするときに、はい、僕がトイレから帰ったら、あの出浜さんとボボさん手つないでましたよね。ないわ。ほんでこうパッてこう話してましたよね、俺が入ったら。ほんでその後すごい顔真っ赤にしてて、うん、あれあれみたいな感じで思ってましたよ、ほんと。若いっすね。ねえ、その時ピュアやったからな。まあ昔話が出たことで、はい、何かボボさんからですね、はい、出浜さんのなんか昔の思い出話とかってあります？こいつのここすごかったとか。そうですね、はい、あの本当にすごいんですけど、うん、僕高校卒業して、うん、でまあ一回県外に出たんですよ。はいはい。その時に一回携帯を壊してしまって、ほう、まあそのアドレスが全部なくなっちゃったんですよね。うん、マジで。でその地元のここの香川県の友達のと、うん、誰にも連絡取れなくなって、ほう、どうしようってなってたんですよ。それ大事件ですね。そうですね。え、県外でしょ、だってそれ。はい。おう、でまあどうしようもなくしばらくその長期休みで実家帰った時も、うん、誰とも遊べず、うん、っていう期間があったんですね。うん、そしたら出浜さん、お、お盆ぐらいに、お、まあ、連絡取れないんですよ、もちろん僕とは。 お盆ぐらいにこいつそろそろ帰ってきてんじゃねみたいな目星をつけて直接家に来やがったんですよ。やさお。ねえ、怖かったですよ僕。すごいね。出浜さん、それなんかこう感じたんですか、ボブがいそうだって。何も感じてなかったっす。え、フラーって寄ったんですか。原付その当時は持ってたんでね。あー、なんか楽しくて いろんなとこを渡り歩いてて、その時は。あ、ドライブついでに寄ったらいたみたいな。そうそうそう。でまあ楽しすぎて遊ぼうぜっていう感じのノリで、まあそうやね、もう
ボブいますかってインターホン鳴らしたら、あ、おったよ、おるやんお前っていうのが思った以上に美化されてますね。ええ、いや、お母さんに思った以上に美化されてます言われてますよ、ボブさん。お母さんもその2階の、ちょっとボブ出浜来たっておかんに言われて、お、小学生の頃じゃないですかそれも会話の内容が直接来ますっていうまあついでよついで、まあでも昔ってそうでしたもんね。ね、はい、小学校とかね、そうそう、インターホン鳴らして遊ぼうとかって感じじゃないですか。そうですね、ね、まあ、まあでもそのおかげでね、出浜さん自体に、うん、まあちょっとずつこういう関係復活のきっかけになったんで、おお、もう出浜さんいなきゃ僕は未だにぼっちですよ。いや、それ出浜さん、ボブさんの人生を救っちゃったっていう感じですね。もうまさにですけどね、救世主っていうことですよね、それ。そうですね、メシア出浜、メシア出浜、ごめんなさい、メシア出売れなさそうですよね。安い芸人よ。定年後は定職屋するんですか、定年後は。しかとしてます。しかとしてお酒ついてます。ゆうすけさんはあるんですか。ほんまや、僕はありますよ。あるんや。無限にありそうですね。ごめんなさい、危ない。ありますよ、あります。ね、これはね、結構もう中学1年生の頃の話なんですけど、はい、まあ、僕たち、僕と出浜さんってすごい家が近所なんですよ、うん、ああですね、もうチャリンコで5分かからないぐらいですよね。そうやね、うん、なんでもう小学校の頃からもう気づいたら出浜さんがふっと現れたっていうくらいの感じで、気づいてったら、気づいたら一緒にいたんですよね。で、まあ中学校の頃に、はい、自転車でこう走ってたんですよね、うん、で出浜さんの家から僕の家にチャリンコで声出たんですよ、シャーシャーシャーって言って、はい、でなんていうんですかね、出浜さんの癖で前足を前輪にあのカタ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 って言わせながら走ってたんですよね。わかります？あの、なんとなく自転車の、わかりますね、あの スポイラーってわかります？こう車輪の部分ですよね。はいはいはい、はい、車輪の部分のスポイラーのとこにこう足をカン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 って当ててたんですよ、出浜さん。あー、はいはい、で僕が先走ってて、なかなか出浜さん来ないなと思ってわーって言って、はい、でふと振り返ったんですよね、うん、はい、ほんなら一回転してました、ね、出浜さんが足がはまっちゃって、本当に綺麗に一回転してたんですよ。あの前転っていうんですか。はいはいはい、あの前輪がロックされて足に挟まっちゃって、ほんでそれでグルーンって言って一回転して着地したんですよ、出浜さんって。はい、え、一回転、そっか、一回転ってもうそうなんですよ、半回転じゃなくて、そう、一回転して着地したんですよ。あれ、着地はできてなかったけどね。驚かされましたよね、もう。こいつサーカスの人とかって当時思ってましたけど、何その技すげえじゃんとかって思ってました ね、うん、すげえですね。まあ、あの頃に僕は悟りました。こいつはただものじゃないと思って。それがあったからミリメートルグラスに仲間入りできたんですね、僕も。いや、もうそうですね、あの技ができてないと出浜さん誘ってなかったかもしれないですよね。うん、サーカスやった。まあ、あとはもう中学校の頃からその僕と出浜さんであの曲作りとかねしてたんですよね、うん、ああ、そう、ラジカセでガチャって録音ボタンを押して撮ってたりしてたんですよ、うん、はい、ね、
覚えてますか、出浜さん。歌も覚えてますけど、ゆうすけさん恥ずかしがるやろ歌詞とか死ぬほど恥ずいですね。しかも覚えてるんですね。覚えてますね。蝶々、ね、やろ酔ったなあまりもう今素敵な曲やね。バタフライやな。蝶々、蝶々っていうね曲は僕初めて多分作ったんですよ、人生で、うん、楽しかったわ。あれ楽しかったですよね、うん、いやそれぜひねリメイクして。あ、そうですね、それはいいかもしれんね。え、歌詞とか覚えてるんですか。多少は覚えてる。ここで言うのはちょっと一旦控えといてお楽しみってことですねそうですね、リメイクとしてリメイクとしてやっとこうか、ね、その時は出浜さんまたギターを弾いてくれたら、はい、はい、今趣味程度にはギター弾いてるんで。あ、そうですか、はい、素晴らしい。まあ、今出浜さんって、はい、大阪住みということで、うん、今ね今回初めて僕たちリモート収録させていただいてるんですよね。はい、ですね、うん、まあ、なので結構音質とかどうなってるか分かんないんですけど。そうですね、まあ、これからはですねリモート収録で出浜さんがいる、入れるときはリモート収録をさせていただきたいと思います。はい、で何かちょっとね聞きづらいこととかあるかもしれませんが、それはご了承ください。はい、まあ、ということで今回出浜会ということで出浜さんを紹介させていただきましたが、出浜さん初回を終えてどうですか、感想など。はい、よろしくお願いしますこれね出浜さんの良さなんですよね大事なとこすっごい淡白っていうねだって感情ないですよね出浜さんってロボモンスターでありロボでいや本当にそうですよね。目の前で誰が死んでてもそのまま歩いていきますよねそれなりに感情あるよあ、それなりにあるんすか。僕ないんだと思ってましたほんずっとじゃあバッテリーがもうないから。あ、分かる。出浜さんのですか。ハラハラしてる。出浜さん残り 4%ずっと切れちゃうんでそう、お尻から充電するんですかね。はい、まあ、ということで、そんな感じですかね。はい、そんな感じでこれからですね出浜さんが現れることがありますので皆さん、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お手柔らかにお願いします、はい、本当にもうサイコパスなんでね、はい、皆さん耳から侵されないように気をつけてくださいまあ、ということで最後、締めさせていただきます。はい、ですね、このマイクロメートルラジオではですね皆さんのお便りやコメントなどお待ちしておりますので、コメントでしたら YouTube や Twitter などでコメントしてくれたら反応できます。で、Twitter でコメントする場合はハッシュタグチンマラということでコメントしてツイートしていただけたらいいかなと思いますはい、ですね。何笑ってんだよ出浜さん。いやもう何言ってるかよくわかんないです。まあ、先輩がお前ちゃんと最後締めてるんだからちゃんと聞きなさいよ。もうなんだって。なんでもないよ。なんでもない早く終われチンマラパイセン、はい、ハッシュタグチンマラでよろしくお願いいたします、あとですね Google フォームなどでもお便り お待ちしておりますので皆さんぜひぜひ送ってみてください。はい、ということで終わりたいと思います。はい、どうも最後までご視聴ありがとうございました。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 マイクロメーター ラディオ ラディオ マイクロメーター ラディオ ラディオ マイクロメーター ラディオ 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 ラディオ